ごめんね、あなたを九尾の器にしてしまった。私たちの重荷を背負わせてしまった。あなたと一緒に生きてあげられなかった。愛情を注いであげられなかった。謝らねえでくれよ。俺は人中力だから、昔は辛い時もあったけど、父ちゃんも母ちゃんも別に恨んだことなんてねえよ。そりゃ親の愛情ってのは正直よくわかんなかった。父ちゃんも母ちゃんもずっといなかったからよ。なんとなくしか。でも今はわかる。自分の命を俺のためにくれた父ちゃんと母ちゃん、俺の器にも九尾より先に愛情が入ってるって分かったから、だから俺も幸せだ。父ちゃんと母ちゃんの子でよかった。みなと、聞いてる？私たちの思い、ちゃんとこの子に届いてたよ。ナルト、私を母にしてくれてありがとう。ミナトを父にしてくれてありがとう。私たちの元に生まれてきてくれて本当に。これからはラーメンばっかじゃなくて野菜もちゃんと食うってばよ。風呂は好きだから安心してくれ。温泉にもよく行ってる。それにいつもいっぱい寝てるしよ。つうか寝すぎぐらいだってばよ。友達に関しちゃいいやつらがいっぱいできたんだ。母ちゃんにも会わせてやりたかったな。ただ一人だけうまくいかねえやつがいいんだけどよ。勉強のことはまあ母ちゃんの予想通りだ。もちろん落ち込んではねえってばよ。アカデミー時代は先生や先輩といろいろあったけど、今ではみんな尊敬してる。忍びの三級はジライア先生に教えてもらった。確かに母ちゃんの言う通りの人だったけど、俺の忍びとしての生き方も教えてくれた。偉大な忍びだってばよ。俺は木の葉の忍者渦巻きナルトだ。夢は火影の名を受け継ぐこと。そんで先代のどの火影をも超えてやること。そんで父ちゃんよりかっけえ男になる。そんで母ちゃんより強え忍びになる。おっしゃ！うわあ！何があった？うまくいったの？とにかく、いろいろあって。いよ！へへ。そうか、そういうことか。了解。お前の顔、今、了解。一体何があったの？それは次の機会に説明するってよ。All right? え？父ちゃん、母ちゃん、俺を産んでくれてありがとう。